皆さんこんにちは、セムズは三重大学の ICT 教育や数理データサイエンス教育の発展に寄与して、また地域の関係機関や、企業との研究活動拠点となって地域創生に貢献することを目的に2020年4月に開館しました。今後は ICT を活用したデータサイエンス教育や学習などを地域の関係機関等と連携して活動を行っていく予定です。4月の8日に開館式典は行われましたが、現在はコロナウイルス拡大防止のため閉館となっております。まだ中に入ったことのない学生さんのために今日は軽く中を案内したいと思います。それでは中に入ってみましょう。セムズは1階から3階までで構成されていて、各フロアにテーマがあります。1階のテーマは、メーカーコモンズとなっていまして、クリエーション、ラーニング、エキシビジョンがテーマになっています。1階入って左側にはメーカースペースを設置して、入って正面には、サポートデスクがあります。メーカースペースとは、学生教職員の皆さんが 3D プリンターやレーザー加工機などを自由に使える工房です。誰でも手軽に ICT を活用したものづくり、デジタルファブリケーションやさまざまなデータの分析発信ができるようにすることを目指しています。それでは中に入ってみましょう。ここがメーカースペースとなっていて、各機器、3D プリンター、レーザー加工機、3D スキャナーやデジタルミシンなど各機材を取り揃えて皆さんをお待ちしております。3D プリンターやレーザー加工機などで、使えたサンプルの作品をこのように展示しております。こちらはメープルのサポートデスクとなっていて、ICT サポートデスク、ラーニングサポートデスクがあります。ICT サポートデスクは、大学生活での ICT 関係のいろんな相談を受け付けています。例えばパソコンの設定方法や、クラウドの活用、情報セキュリティ等を、大学院生が中心に相談を受け付けておりますので、ちょっとしたことでも気軽に相談に来てください。ラーニングサポートデスクの方は、参考引用文献の書き方や、文献の検索方法、レポートの組み立て方、プレゼンテーションの組み立て方など三重大学における学びに関するあらゆる相談に大学院生が応じます。日常の学びの中に何か困りごとがあったら気軽に相談してください。現在は閉館になっておりますけれども、閉館の間はオンラインで相談を受け付けています。詳細はメープルサポートデスクのウェブサイトをご覧ください。それでは2階の方にも行ってみましょう。2階はデータサイエンスコモンズとなっていて、レクチャー、ラーニング、エキシビジョンがテーマとなっています。こちらがレクチャールームになりまして、2台のプロジェクターや、大型のディスプレイで、講義等ができるような仕組みになっています。こちらには文献検索工用のパソコンが2台設置されていて、あとはデータサイエンス関連の書籍なども揃っています。
セムズでは、このような 3D プリンターなどの、各種機材を取り揃えており、またサポートデスクでは、皆さんの相談を受け付けております。ぜひ皆さんの来館をお待ちしています。